皆さんこんにちは、ペソでございます。三国志4の114回目ですね。やっていきましょう。ですね、どうしたもんかね。まあ1091か。なので、3ヶ月以上経ってるからね、幼衆さんいけるんじゃないかなって。あ、チョンさんしかいけないんだ。じゃあね、この2人をちょっとメンバー変えちゃいましょう。主砲さんとね、楽頭さんにして、で、金さんと長昌さん、バーチュさんどうしようかな。バーチュさんまた南行きかな。そんな感じですね。あ、賞金さんもね、留守番隊に北部置いといてもいいかもしれないですね。ということで、ちょっと兵100を連れて、あ、その前に、あ、お金結構たまりあるね。ここは、あ、お米はいらんのか。やばい、権力がちょっと移動ですね。北部へ。賞金さんで、長昌さん、馬主さん、金さん、はい、このように行きましょう。3000ぐらい持っていこうかしらね。米はいいよ。兵100、よいしょ。ドアいらないけど、軍馬ちょっとたまり持っていきましょうか。連動もね、はい。で、兵力が1200を超えたので、4部隊構成でいけるのか。まあ、ほぼほぼ成功するのはリクソンさんなんですけど、女性さん使っていきましょう。端数だけね。はい、赤車はいい。で、ここは、一応ちょっと訓練、96か。徴兵しちゃおう。当主さんだね。はい。で、68に民中が落ちたので、干拓さんと両毛さん、これで78ぐらいになるかな。あ、79か。テイクさんで500ぐらいでいけるかな。そういや、あ、そうか、将軍ばっかりなんだね、ここは。
できる人がねやっぱり欲しいですよね昭和、はい、でこっちへね誰だっけ あ、そうそう、まだいいんだ。で、高架に行った、はい、あの方を徐々に移動させましょう。よいしょ、こっち。チムさんね。できるだけ準備をしてからあ、その前にお米、あ、大丈夫やね3万あれば十分ですねよね、で、年が明けたのでね、捜索ですね。駅周。おい、お、いそうだね。で、あとは。さんでいいかな調査さん報酬さんでおっと1000ぐらいねで、捜索で、柿さんにこの辺ね近辺あいやさんにしようはいお願いしますで、柿さんは、予習うん巨匠あたりね、この近辺ねえー
で調査さんは清酒。はい。まあこんな感じでいいんじゃないかな。あとはってないところは。88まで落ちた。うん。で、ここまで来たら回は、そうですね。で、1200ぐらいで行ったら、こもりよるかもしれないんでね。で、応援隊を受信から送れば、うん、そこそこの。押せ押せの状態にはなるんですよね。あとはね、人口が多いとこがそうないので。あれを見ちゃうとね、武量がなんだ。ヤトタンかな、69に落ちてるから。ああ、攻守もそうでしょうね、多分。雇ってますね。
閉式がね、ああ訓練の場はもう100になっちゃってるんだ。あ、そうだ、木曜から木曜に前服を送るの忘れてましたね。はい、あ、木曜ですよ。こっちね、あ、こっち行こうか。あ、ここで会ってたんだ。はい、妖怪さん行ってらっしゃい。ですね。で、攻めていきましょうか。1200ぐらい連れていけばね、あ、十分だと思いますんで。はい、ちょっと戦闘入るとね、長くなるかもしれないんでね、一旦ちょっと今回だいぶ短いですけどね、ここで終わらせていただきたいと思います。次回序州の方にちょっとカウンターで攻めてみたいと思いますんでね、お楽しみにしておいてください。で、あとは、あ、ここの捕虜はまだ捕虜のままなんだね。孫霊さん、テイフさん、はい、では行きたいと思います。ありがとうございました。短くて申し訳ありません。次回お楽しみに。それではさよなら。